スレイヤー、スレイヤー、スレイヤーは、アメリカ合衆国出身のスラッシュメタルバインド。同時期にデビューした、メタリカ、アンスラックス、メガデスと並び、スラッシュメタルビッグ4と形容された一角に、君臨。デビュー以来変わることなく、アグレッシブなスタイルを一貫し、エクストリームメタルの原点ともなっている。2007年2008年、グラミー賞受賞。 歌詞やアルバムのジャケットに用いられる、死、自殺、精神異常、死体、サタニズム、連続殺人犯、戦争などといったテーマが、しばしば議論を呼び、アルバムの発売禁止及び延期、訴訟に発展し1980年代には、音楽検閲推進団体、PMRC の標的にもなった。また、後のデスメタルや、ブラックメタルにも影響を与えた。 1986年にリリースされたアルバムレイン・インブラッド、レイン・インブラッドなどは英国ケラング。シニ・ザ・ヘビストアルバム・オブ・オール・タイム・バイ・カーン、と評された。1983年のデビュー時から2枚のライブアルバム、1つのボックスセット、4つの映像作品、2枚の EP、11枚のアルバムをリリースし、4枚のゴールドディスクを獲得している。 グラミー賞には5回ノミネートされ、2017年現在、そのうち2007年には、アイズ・オブ・ザ・インセーンが、2008年には、フィナールシックスが最優秀メタルパフォーマンスに選ばれた。全米でのアルバム総売上は350万枚を超え、オズフェストや、アンホーリー・アライアンスツアーなどのロックフェスティバルでは、ヘッドライナーを務めるほどの人気を有している。1981年に、 ケリー・キングとデイブ・ロンバードが意気統合し、ケリーが以前にクイッツというバンド、その前はトレイド・ウィングスという名前だったで一緒にプレイしていたチリ出身のトム・アヤとジェフ・ハンレマンを勧誘したことで結成された。最初は北カリフォルニアのクラブやパーティでアイアン・メイデンやジューダス、プリーストなどのカバーを演奏していた。当初バンド名はドレア・ガン・スレイヤーで、 1981年公開の同名映画のタイトルからそのまま取って付けられたという噂があったが、ケリーはこれを否定している。ロサンゼルスにあるウッドストッククラブにて、ヘビメタルバンド、ビッチの前座として、ライブで演奏、全8曲、そのうち6曲はカバーした際、アイアンメイデンのファントム・オフ・ザ・オペラをプレイする姿を見た、アメリカの名門メタルレーベル。 メタルブレードレコーズの創設者、ブライアン・スレーヤルに見出される。その後バックステージで、両者は出会い、ブライアンはスレイヤーに作曲を要請しバンドはそれを承諾した。1983年、そのメタルブレードレコーズによるコンピレーションアルバムの第3弾、メタル・マサカーさん、メタル・マスカーさんに曲、アグレスバ・パーフェクター、アグレッシブ・パーフェクターを提供。 このレーベルと契約した。同年12月にデビュー作となるファーストアルバムシーノーマーシー、ショ a ー l ー w m e r c ーを発表。バンドには資金がなかったため、自分たちで制作費用を出した。トムは自分の稼ぎを当て、ケリーは父から金を借りた。これによりメンバーはこの年の11月にスタジオ入りすることができた。1984年にはアルバムのプロモーションを兼ねて、 ライブツアーを行った。ツアーといっても、国内のクラブを回るもので、トムの所有するカマロで、U ーホールから借りたトレーラーを弾きながらの渡るであった。このライブのおかげでバンドは、知名度を上げ、アルバムはアメリカだけでも2万枚、国外でも2万枚以上の売り上げを記録する。同年10月、3曲入り EP、ホーンティング・ザ・チャペル、ホーンティング・ザ・チャペルを発表。アルバムの幕開けとなる、 ケミカル・ウォーフェア、ケミカル・ウォーフェアは、バンドの定番の曲となった。アルバムリリース後、スレイヤーは、バンド、UFO の前座として、ライブ、ヘビーサウンズ・フェスティバルにおいて、ヨーロッパデビューを果たす。アメリカに戻ってからは、ツアー、ホーンティング・ザ・ウエストを開始。ツアー後に、ケリーは、デーブ・ムステインの新しいバンド、メガデスに加入するために一バンドを離れている。ジェフはこれに関して、 新しいギタリストを探そうか考えていたと語っている。その後バンドは、ベノムやエクソダスと共に、コンバットツアーを開始、ライブアルバム、ライブアンデッドをリリース。1985年、初のライブ映像となる、コンバットツアー、ザ・アルティメット・リベンジをリリース。ベノムらと共に、ニューヨークのスタジオ54にて出演したライブが取り上げられた。またこの年には、アルバム、 小ー,ノーマーシーの売り上げが4万枚を突破、バンドは2枚目のスタジオアルバムを制作することができることになる。メタルブレードは制作費用をバンドに与え、今回の収録にはプロデューサーのロン・ヘアを雇うことができた。同年9月、セカンドアルバム、ヘル・アウェイズ、ヘル・ウェイズを発表。ヘル・ウェイズが成功した後、バンドはリック・ルービンが率いるメジャーレーベルデフ・ジャムからオファーを 受け席する。1986年、サードアルバム、レイ・イン・ブラッド、レイ・イン・ブラッドを発表するが、歌詞が過激すぎるという理由から、ナチスの虐殺者、ヨーゼフ・メンゲレについて歌った、エンジェ・オブ・デスが特に問題視された、コロンビアレコードが、アメリカ国内の配給を拒否。その後、当時ワーナーグループ参加だった、ゲフィンレコードからの配給が決定、無事発売。 しかし議論の結果このレコード会社のリリース表にはこのアルバムの名は記載されていないされ、ラジオでのエアプレイがなかったにもかかわらず、ビルボード氏のアルバムチャートで高を50位台を記録する。なお、イギリスでは Wii が発売を拒否したため、ロンドンレコードから発売された。同年10月、スレイヤーはワールドツアーレイニン・インペインをオーバー・キル・ヤマラストに開始。またバンド、 WASP のツアーにおいてオープニングを務めることも決定するが、その後1ヶ月も経たないうちに、ドラマーのデイブが家庭生活を優先したい年だったい。ツアーを続けるためにもと、ウィップラッシュのトニースカリオーネが参加するが、翌年には妻の説得により、デイブが復帰。年、コロンビアレコードの創設者、リック・ルビンの強い主張によって、映画、 レスザンゼロのサウンドトラックのためにバンド、アイアンバタフライの大曲、インエーゴダダビーダのカバーを収録。バンドはこれを快く思っておらず、ジェフは、かわいそうなスレイヤーの演出と考えており、ケリーは、糞の塊と言っている。ちなみに、この歌はラジオで流されたスレイヤーの最初の曲の一つである。1988年、ホースアルバム、サウス・オブ・ヘイブン。 サウスオブヘブンを発表。制作する際、前作のレイン・イン・ブラッドから、一転、あえて曲のテンポを下げ、メロディアスな歌唱を取り入れることを決める。これに関してジェフは、レイン・イン・ブラッドを超えることができないのは分かっていた。だから、曲のスピードを落としたんだ。リリースしたアルバムが皆、レインと比べられることが分かっていたからね。奇妙なことだった。この前にも後にも、 こんなことはないよと語っている。またこのことはファンや評論家から様々な反響を呼んだが、アルバムは当時最も商業的に成功し、ビルボードチャートで初登場57位を記録、また彼らの2枚目のゴールドディスク受賞作品となった。アルバムに対する評価はいろいろで、ルミューザックは混沌としており力強いと評価す。一方、 ケリーは最も活気のないアルバムだと評している。同年8月12日、ロサンゼルスのハリウッド・パラディウムでの公演と8月31日、ニューヨークのフェルト・フォーラムでの公演におい、プロモーターがチケットを売りすぎたことが原因で観客の暴動が発生。同会場での演奏が禁止される。1990年にフィフスアルバム、シーズンズ・イン・ジ・アビス。 シーズンズ・イン・ザアビスを発表。クラッシュ・オブ・ザ・タイタンズツアー、第1弾は、スレイヤー、メガです。テスタメント、水彩ダル、テンデンシーズというラインナップでの1990年のヨーロッパツアー、第2弾は、スレイヤー、メガです。アンスラックス、アリス・イン・チェインズというラインナップでの1991年、全米ツアーを実施。ビルボード氏の総合チャートで40位以内にランクイン。 1991年、活動開始10年を記念した、ライブアルバム、リケード・オブ・アグレッション、デケード・オブ・アグレッションを発表。1992年に、デイブ・ロンバードが脱退。新ドラマーとして、元ホビゥンのポール・ボース・タッフが加入。1994年、ディバイン・インターベンション、ディバイン・インターベンションを発表。1995年、ビデオ、ライブ・イントリルージョン。 ライブイントリューション発表。1996年、パンク、ハードコアカバーアルバム、アンディスピューテッドアティチュード、アンディスプテッドアティチュードを発表。ポールが脱退し、新ドラマーとして、元テスタメントのジョンデッテが加入するが、すぐに、ポールが復帰。1998年、セブンスアルバム、悪魔の鎮魂ンンカ、レクイエム、ディオベラスインムジカを発表。 2001年 AS アルバム GOD HATE AS OUR GOD HATE US OUR を発表8月には日本のヘビロックフェスティバル Beast Feast 2001にパンテラとのダブルヘイダイナーとして出演2002年12月に再びヘッドライナーとして Beast Feast 2002に出演2003年 DVDWO AT THE OFIELDWO AT THE OFIELD ボックス、Z、サウンドトラック2ジア・アポカリプス、サウンドトラックトゥ・ザ・アポカリプス発表。2004年、DVD、スティル・レーニング、スティル・レーニング発表。2006年、オリジナルドラマーのデーブが復帰。8月、約5年ぶりの 9th アルバム、クライスト・イリュージョン、クライスト・イリュージョンをリリース。ビルボード初登場語を記録した。10月には、日本のヘビメタルフェスティバル、 ラウドパーク06への出演、単独公演を行った。2007年、クライストイリュージョン、クライストイリュージョンのリー練習版、DVD、アンホーリーアライアンスツアー、ジャーク伝道同盟、ザンホーリーアライアンスを発表。クライストイリュージョンに収録された楽曲、アイズ・オブ・ザ・インセーンが第49回グラミー賞の最優秀メタルパフォーマンス部門で受賞した。 2008年、クライスト・イリュージョンのリッシュンに収録された楽曲、フィナール6が第50回グラミー賞の最優秀メタルパフォーマンス部門で受賞した。2009年、テンスアルバム、血塗りられた世界、ワールド・ペインティッド・ブラッドをリリース。10月には、日本のヘビーメタルフェスティバル、ラウド・パーク・レイ級への出演と単独公演を行った。2011年、 ジェフが右腕を毒雲に噛まれ、エシ性筋膜炎を発症したため、バンドを離脱。ツアーにはエクソダスで活動するゲイリー・ホルトが、サポートで参加することとなった。2012年、10月にフェスティバル、ラウドパーク12のヘッドライナーとして来日。2013年2月、デーブが、ツアーに参加しないことを表明。5月2日、復帰が待ち望まれていたジェフが肝不全により死去。 これにより、ゲイリーは事実上の正式メンバー扱いとなる。5月30日、2月に脱退したデーブの公認として、ポールが復帰。2015年9月11日、6年ぶりとなる、イレブンスアルバム、リペントレス、ラペントラスをリリース。10月には、ラウドパーク15のヘッドライナーとして来日。2017年10月にフェスティバル、 ラウドパーク17のヘッドライナーとして来日。2018年、今年から来年にかけて開催するツアーが最後になると表明し、ファイナルワールドツアーを開始。年末、ゲイリー・ホルトが家庭の事情により一時降板。大役は、フィル・デンメル、元マシン・ヘッド、元バイオレンスが務めた。2019年、3月にフェスティバル。 ダウンロードジャパン2019出演のため来日。2019年1月時点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。